君の声は溶岩の牢屋で聞いたな。俺はキースってんだ。万兵に見つかって追われてね、しばらくここに潜んでいることにしたんだ。君は大池へ行こうと思ってんだろ。あそこへ行く道はどうやらこの水路しかないみたいだ。ここに水路調整室の鍵がある。その部屋では水路の水をコントロールすることができるから、水を引かしてしまってから床を伝って大池へと入ればいい。